ピトック邸はアメリカ合衆国オレゴン州ポートランドのウェストヒルズにあるフランスルネサンス様式の邸宅。1914年完成。ポートランドの主要新聞であるオレゴニアンの出版社ヘンリー・ピトックとその妻ジョージアナの自家であった。館は22の部屋を構え46エーカーの土地を有する。現在はポートランド市公園局が所有している。 1911年、ポートランド市議会議員のウィル・エイチ・デイリーは、当時のポートランド市境から800メートルも離れた建設中のこの邸宅に、ピトックが市の経費を用いて水道を引く準備を整えていたと指摘し、この邸宅は政治的スキャンダルの的になった。この事件は結果として、ピトックのオレゴニアン紙とデイリーとの間に長年の確執を生み、後に、 デイリーは、正解から去ることとなった。ポートランドローズフェスティバルの創始者の一人である、ジョージアナは1918年に72歳で没死、ヘンリーは1919 19年に84歳で没死した。ピトック家はその後も邸宅に残り、1958年、孫息子のピーターガンテンベーンが邸宅を売りに出した、時点で退去したが、売却は失敗に終わった。 1962年の暴風雨で、邸宅は多大な損害を被ったことにより、一家は邸宅の取り壊しを検討した。地域は3ヶ月で7万5千ドルの寄付金を集め、ポートランド市にピトック邸購入の援助を行った。その後、ポートランド市はピトック邸を貴重な歴史財産であると認め、1964年に22万5千ドルで購入した。 復旧には15ヶ月を要した。1965年に一般公開され、それ以来地域の象徴として存続し、毎年8万人の観光客が訪れる。海抜1000フィートの高地にあるため、ピトックテはポートランドで野鳥観察に最も適した場所の一つである。1974年、ピトックテはアメリカ合衆国国家歴史登録罪に追加された。 ピトック抵抗法部現在、ポートランド市は600万ドルから800万ドルを、要する修理が必要であると推算している。ありがとうございます。